皆さん、チェイス無名です。はい、今日も白土実況やっていきたいと思います。ということでね。今回ですね、大天狗がね、販売されて、今29レベルになったんですけども、まあ、全然装備はできてないんですけど、まあ、どういうキャラなのかね、調べていきたいので、ちょっとね、使っていこうかなと思います。はい、ブルドラ使い。なんでブルドラに強しつけたんだろう。バカなのかなって思うわ、マジで、運営は。運営多分バカだと思う。うん、おそらくバカだよ。クイーンビーか。クイーンビーに対してはどうなんだろう。そこら辺よくわかってねえや。はぁ、もうゴミ。ゴミパーティー。This is ゴミパーティー。まあいいや。頑張るぞ。今日生配信します。いや、Now です。いや、Now です。今生配信しまして、え?してるよ。今生配信しながら動画撮ってるから。あー、撮らせてくれるかな?うん。撮らせてくれてと。あ、危ねえ。どうすかな?アザモテイ。どれぐらい射程あるんだろう、こいつ。あ、え、結構射程あるな、こいつ。やばいな。射程広いね。いや、引き込まなくていい、バカタレ。うわ、バカタレすぎる、あいつ。引き込まなくていいキャラを引き込んできやがった。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。取れる。取れない。ただ、クイーンビー出してくるんじゃないかな、そろそろ。なるほど。取れる。ゾンビはきついな。やめろー。頑張れ、大天狗。いいよ。神通力。あ、これ止まんないでしょ、おそらく。オッケー。あ、バーカボンゲーだわ、これ、やっぱり。バカボンゲー。大天狗強いのかな、なんだろう。腕音だとよくわかんねえや。腕音だとなんかサタンみたいな感じに見えて、よくわかんねえ。初見です。どうも、初見さん。レドラか。多分、レドラには弱いんじゃねえかなって思うんだけど。どうなんだろう、よくわかってねえや。次入る。まあ、そのなんか、狭き門をくぐってきてください、頑張って。5分倍ね。あ、でもこれ2つ目の取られそうだな、おそらく。5分倍でそこは取られるけど、まあ、上は取らせてくれてもいいんじゃない。 OK、 いいよ。どうしようかな。いいよ。OK。 アシュラは横の索敵も結構広いからね、なんだろう、ペンギンで横殴りってのがね、うまくできないんだよね。取られるか。さて、どうしよう。なかなかめんどくせえバトルだな。もうちょい下にすればよかったかな。まあいいや。頑張れ。横殴りバカボン。オッケー、いいよ。これもいったんじゃないかな、おそらく。天狗の動画のはずなのにね、なんか上のなんか気球が生き残ってる。上の気球野郎が生き残ってるぞ。いいのかこれ。本末転倒ってやつじゃないのか。バカボン強え。これでよくねえよ、バカが。強すぎだろ、バカボン。バカタレだろ、マジで。
つえー、強すぎる。バカボンゲーすぎるぞ、これは。本当に。つえー、強キャラ並べて勝ってしまったな。申し訳ねえ。対戦ありがとうございます。いやバカずらすなよ、今重ねたのに。あーどん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 ずらせてく、どんどんずらされてって、マリオネットの出番なし。はい、かわしていく。いや、いや、お前どっから殴ってんねん。いや、お前どっから殴ってんねん。キル、いいよ、着地、鎌は入らない、取れるよ、取れ、な、何削られてなかっただと。なんか入ってんぞ。いいよ、大天狗。マリオネットきつそうですね、これ。マリオネットがきつい。何がきつい？いや、あの、大天狗。違います、マリオネット。違います、マリオネット。何がきついか、マリオネット。いや、待って、止めてもらわないと、なんか大天狗の強さわかんないよ、これ。ちょ、大型かも。大型かも。なんか落ちるぞ、これ。落ちるぞ、これ。おい、止めてくれ。止めてくれ。あーあもう寒すぎても体に悪いな。ペンギン来たけど大型2枚目引けなかった。さあアンチと一緒に大型2枚引けるか、ちゃんと大丈夫か。行くぞ。雲は微妙いな、雲は微妙いな。うわガッツもいいけど大型が欲しい。はい、ゴミパーティー、ゴミパーティー。カニとワイバン謎。死んでもいい。いや、死んではよくないよ。虫さんとフレになったら死んでもいい。いや、死んでほしくないよ、俺は。俺は死んでほしくないよ。もう、剣士の出し方、雑。やば。どうすっかな。大型引けなかったし、あの、チビブルだし、で、東軍だし、まあ、それどうでもいいんだけど。取れる。まあ仕方ねえか。出さなくてよかった。え、そこ来る？ガンガン来るね。目からビーム痛いな。え、なんで取られた？え、どうしようかな。うバカたれきやがった。これきついな、マジで。ワイバ流し。チビブルがマジできつい。これ無理じゃねえかな、マジで。あ、無理だ。チビブルが強すぎて無理。いや、無理だな、この勝負。これは勝てないですね。痛い。チビブルが強すぎるし、これはきついわ。相性悪すぎ。勝てません。てか、なんであんなにこっちのやつスキル打たなかったんだ今の。なんか微妙いな、毎回札が。大型2枚引けないパターンかもしれない。これで妥協するか。キメラ今大型的に微妙いからな。お互い1個ずつにしようぜ、ここは。全然
頑張れ。さあどうすっかな。バカも食われんなよ。いや厄介だなマジで。でクレフラのこと削ってくれたのはでかいな。オッケー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 。サタン、オッケー、いいよ。サタンもやった。リーダーサタンやったのでかい。大天狗も流れるでしょ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ。引き込み大型勝負、大天狗が勝ちましたね。いいよ、引き込み大型勝負、ここで大天狗が勝っていく。入っていく。 OK、 いいよ。バカボンが強い。 OK、 いいよ。オッケーオッケー。まあね、あと小粒しかいないけどなんとかなるわ。お疲れ様です。よし、ヘチョク強いよ。ヘチョクって強いですが、ヘチョク強いよ。今大型強いの。いやなんだろうね、大天狗使った方がいいんじゃねって感じ。多分大天狗強いから、おそらく俺が分かんない、俺がね使ってちょっとよく分かってないけど、多分大天狗強いんじゃないかな、これレベル30とかにしたら多分強いと思うんでね、育てたらいいと思うよ。説明いこう。はい、ということでね、5戦終わって説明に移ります。うん、召喚コスト5の大型進撃キャラで地上の敵に中距離全体攻撃を行います。スキル神通力は攻撃時に発動します。スキルが発動すると向かい風を起こし、範囲内にいる相手を素早く引き寄せて大きい竜巻を発生させダメージを与えます。飛行浮遊キャラに対しては引き寄せる力がアップします。与えるダメージには影響ありません。スキルレベルが上がるとスキルの威力が増加しますとのことですね。今回も限定武具と育成セットがついてるってことかな。ということですね。よし、はい、ということでね、今回大天狗について紹介しました。ここら辺で終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。